じめまして、新田です。バーステラアビスプレイしていきます。これバレンシアちょっと魅力的ですね。体力がマックスで成長強化ついて経験値獲得量アップ、これ解放しておきましょう。ちょっとわかんないんですけど、前回が火属性だっただけに水属性耐性、ワンチャンつけとけば今回すごく有利に働くのではないかなと思って、フリッパー、これ今回飲んでみましょう。マルガリータ3杯、フリッパー3杯、マティーニ3杯飲みました。ちなみに初手は本当に何来るか分かんないですし、アイテムも何も持たないでいくことにいたします。じゃあとりあえず眠りましょうか。最後の封印の杭がある世界、第4世界、凍えるような寒さに包まれている。震度は18階、まあそうだと思いました。18階の次は最後、21じゃなくて20になるんじゃないかなって思ってます。最後ではないですけど、まあこの次は、でその後はまあ23なり24なりっていうところで、まあ3刻みぐらいで来るのかなとは思ってるんですけど、まあそれは置いておいて、寒さの場合氷と考えると水耐性では無意味だったかもしれないですね。一番優先は仲間です。一番最初仲間取りに行くと、もう何にもできないですね。仲間天文台仲間とか、仲間さんにいても仕方ないので、最後は休憩所でもいいかもしれないですけど、いや最後で休憩所行ったところでイベントで確実に抜けはするんで、まあでも仲間集めていきます。最初はそれは大事なんで、仲間に会うことを重視します。敵を倒すのはちょっと後でもいいかなと。仲間、ワイヤーさんよろしくお願いします。一緒に行きましょう。お牛座をつけている、突き飛ばすことができます。了解です。可能ならこっちから戦いたいです。ソルジャー、あでも前回と強さはそんな変わんないですね。ただ1手目で叩きに行けないので、右下寄りつつ防御です。これで2人で叩きに行きましょう。あでも一撃で倒せます。一撃で倒しましょう。倒せました。最初の戦闘をクリアすること、いつマジで大事。オッケーです。ステラー最高です。あしかも包丁破り、近接範囲攻撃のイメージがあるのでここにつけておきましょう。十分に探索してレベルを上げておかないと後々本当にきついので、倒せる子は倒しましょう。お牛座3つになりますよね。これはつけましょう。まあネクストブローは普通にここに足しときましょう。ここパニックじゃないですか。そうですよね。まあ行ってみますか。何はともあれ優先すべきはこの子。あげる。その次の優先順位はこの子だと思います。はい、最高。これを使うことによって後ろに下がります。は、動かないでね。オッケー、クリティカル最高ですね。こっちはこの子倒して、まあこれで倒しましょうか。バックアタックです。ほらやったわね。オッケーです。スピリッツホール、もう一人仲間が来てくれるはずなので、そしたらすごく楽になるんですよね。キャスタン、キャスタンが仲間になりました。そうですよね、味方数能力アップになってるので味方がいれば強いんですよ。遠距離攻撃です。ちょっと運はまだそこまで高くないのでね、あの必ずしもとは言わないですけど、ありがとうございます。強い、大勝利です、間違いない。クラクラしてきちゃった。そうですね、ちょっとクラクラはしてくるでしょう。あドリームドリンク、不意に切ったところから出てくるのは優秀すぎる。まあ、必殺技として使いましょう。お雰囲気変わりましたね。キノコが落ちそうです。天文台、わ運命力に応じてはでかい。お牛の角どんなもんですかね。いやそれはでかいなとは思いますけど、ちょキャスタンの火力が半端じゃなくなると思うので、運命力少女なのでここにつけましょう。ゼラチン、あ防御高め、火力もそこそこありますね。でもブルーコアが一番怖いですね。おおなんか倒したところにマークが残っているのは何かありそうですね。すり抜けてくるんかい。あーでも水耐性完璧です。おお鱗落とし、
まあ MP かさみますよね。まあいいでしょう。あーいいですね。ここ魚めっちゃ魚にしましょう。ちょっと上覗いておきましょうか。昇級棟が行きたいところです。キャテンに戻ります。まあ次からは全然ゴリゴリに進んでいくので、ドリームカクテルを1個持って行ってもいいでしょう。行きましょう。あんまり強敵に行ったところで経験値多かったかなっていう、戦いにくいなっていうぐらいだったので、まあ、普通に天文台取りに行きましょう。なんかまたちょっと変わりましたね。あれキャスさんの遠距離に一応入れときますか。あ、双子の弟来ました。ここに双子の弟をつけたいと思います。宝箱、ドリームカクテル、もう自由に動き回りましょう。あー持ってませんでしたっけ。増えます。このスキルで相手を倒すと獲得経験値が少し増加する。いいですね。ウォーザー足しましょう。ウォってきましょう。開始時に防御力強化レベル2つきましたね。いい。あー高速射出いいですね。じゃお姉さんのところにつけましょう。ほう、対象 MP を最大の 30% 回復する。すごくいいですね。 MP 回復お姉さん高級的に役に立つのってこれに移動力増しとかですかね。技の範囲内のを、あ MP6 いいですね。ここ2つもなくていいですかね。範囲攻撃じゃないと意味ないのでね。こうしましょう。強化します。そういう増え方するんですね。これも魅力的ですけど、あそっか、まだ双子弟も兄も2なんですね。もう一個昇級と踏まないと最強さんにならない。いやでも双子の案にあげときましょう。コンビアタックが最強なので。サソリこれ欲しいですね。正直ちょっと距離短くなってもこっちの方が使い勝手良さそうですね。おお完全に雪になりました。冷却地域がありますね。はあ羊この範囲攻撃にします。コンビアタックいいですね。純粋に上げてもいいんですけど、コンビアタックは正直全部にあっていい気がします。サソリの針コンビアタックにしますか。獲得金額が上がるはつけてないんでしたっけ。いや正直包丁破りめちゃめちゃいいですけど、 MP 高すぎて使うのためらってしまうのでこっちにしましょう。昇級と使います。うわサソリ広くしたい気持ちありますけど、お牛も強くしたい気持ちもありますけど、まあ双子の兄が一番妥当ですかね。双子の兄強くしてちょっと強化していきましょう。ガイアパワー、これ獅子座のあなたが持ってたらほぼ100ぐらいでクリティカル出ないですか。100は言い過ぎ。で一回帰ります。まあフリッパーマティーにマルガリータを飲みました。酔いの世界へ行きましょうか。最後うまく回復しないと難しいですね。一番行きたいのは昇級棟になるんですよね。いやーもう完全にすごく綺麗ですね。スナッチ、体力、防御力、素早さ、高いですね。攻撃してくるっていうよりもなんか倒しにくい敵って感じですね。なんでしょう。あスナッチ盗むですね。いや取りすぎでしょう。そうですね、これ取られた分は倒せば戻ってきますね。よかった。コンビアタック最高です。キャスさんは全てにコンビアタックをつけます。ゴーデモチューアップなんですね。もうちょっと上がってほしいな。サオマの祈り、あレベル上げときましょう。 50%、 おお昇級とサソリ広げるのはありですね。いやーこれもありっちゃあり。いやお牛座が結構いいですかね。サソリ広がってくれるのも結構嬉しい。双子の弟は3にできるならですけど、確定でなれるとも言えないので、サソリ広がったらコンビアタックの確率増えますからね。っていうかマップちっちゃ。うわーいやーレベル上げといてここ変えたい理由としては、まあそりゃそうだろうって感じでしょう。その間でコンビアタックしてくれたらすごく嬉しいですもん。
ていうか MP 補正も1なのやばいっすね。通常攻撃それにしましょう。あ、背後からたくさん背後から攻撃できたらいいんですけどね。おお、ここカニつけてみますか。お、カニの泡、うん、うん、MP 補正えっくいですけど、まあまあいいでしょう。お、明るくなりました。ちょっとじゃあ開けたんですかね。カニ座は耐性属性の非ダメージダウン症、ふんふんふん、耐性がより強くなるってことですね。水浴び、肌範囲内の2箇所を冷却地域にする、ほうほうほう。あ、次いいですね。うん、ここに入れましょう。来ましたね。双子座が6の状態で連携攻撃発生率と威力アップ大つきました。最高です、最高です。レベル上げましょう。ステラ得ましょう。リベルの祈り、対象の能力弱体化を1レベル下げると。ほう、まあ、でもこれレベル上げますか。 70% がマックスなんですね。なるほどなるほど。 50% も回復してくれれば十分なんで、これ入れて乙女座を確認してみましょう。乙女座は MP 消費量ダウン症、いいですね。最終的なステータスとして、カクテルはずっとこの状態で来ました、BDACD ですね。耐性は水耐性、味方数能力アップ、 HP 割合バリアです。最終的に41レベルになって HP が5200、まあ、攻撃力が384ですね。マイヤさんが、HP が4961で攻撃力が394、キャスさんが HP 3980で攻撃力391です。ステーラーはまあなんか出会ったのを拾っていたら魚座の構成に結構近くなりましたね。防御力特化したいっていうことでもないんですけど、この魚のナマスですかがレベル3まで上がってます。主にこの範囲広々乙女座の乙女の祈りで、ネクストブロー登竜派この辺で戦ってきました。マイヤさんは初期に入ってた牡牛座を基準に、まあ牡牛座入ってます。まあ初期に入ってたやつ結局なくなったんですけどね。距離があるやつはサソリ座が入ってます。でカニ座のこのカニの泡っていうのに牡牛座2つ入れてます。で羊に、回復、乙女座を2つ入れてます。まあ、お牛座の機能で、クリティカル上がりつつ、このガイアパワーでもクリティカル発生率高いので、これが必殺技って感じですね。キャスさんはもう全力双子座ぶりです。まず双子の兄がレベル3までいってるので範囲も広がってます。でコンビアタックをそれぞれ全て、覚えさせてます。双子の弟拾えたんで、そこには、二重の瞬き入れて、コンビアタック2回打てますね。で運命力に応じてダメージ与えるので、キャスさん運命力280あるんで結構なダメージ与えてくれます。双子座6の効果で連携攻撃発生率と威力アップが大ついています。ですね、排水の陣につけたエナジー節約と経験値、獲得経験値上昇の効果で結構レベルを上げられました。ではこれでボスに挑んでみましょう。自分の顔をデッドシェイカーと戦っていきましょう。かっこいい敵多い。来なさい、はい、シェイク。え、いや、きつ、初手から672くらいました。え、かなりおかしくないですか。しかも風だ、水耐性なんですよね、こっちから。あ、こっちは水だ。痛い。まあ、一回引き下がってこの辺倒しながら行きましょうか。あげる。痛い。この子倒します。この子倒します。レッドシェイカー、
38,020 なかなかありますね。風と水に耐性があるそうです。戦いにくい。ちょっとこっちに来てくれないか探りつつ一旦ここで防御です。来ましたね。痛い。いや届くところまでは来てないか。じゃあ一旦この子は下がります。この子も当てられる範囲ではないか。じゃあちょっと下がりましょうね。こっちは倒しておきましょう。吹き飛べ。え、うわマジか。この子は、じゃあその子だけ倒せるのでその子倒してもらいましょう。集団事故になるのでちょっと離れて進んでこない。 OK です。防御してます。積極的に主人公を狙ってきますね。ってことは進んで攻撃しないが吉です。バチ強なんでマイヤさんに攻撃任せますね。あげる。はい。甘いよ。え、ミス。あ、それはきついですね。耐えられる。神聖爆発どんくらいきます。怖い。ゼロゼロ。何が起こってゼロ分かんないですけど、一旦コンビの可能性を考えてこの辺に5つ横からぶち当てていきます。やるね。遅いな。あー、かわされた。回避高いですね。防御します。近い子が攻撃されますかね。いやいやいや全然。良いターン狙ってきます。これは決まりましたね。マイヤさん強い。まあ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 外さなければって話です。バックアタック最強。強レベル上げた甲斐がありました。到達回数は18層、最高到達レベル41、獲得金額は263,166円手に入れました。戦闘回数113回で敵の撃破数は394回です。今回は1回もゲームオーバーにならずにいけましたね。よかったです。今回は第4世界をプレイしました。ここまで見てくれてありがとうございます。